どうも皆さんこんにちは、しゅんまつです。今回は FGO の水着ガチャをサンネの方なんですけど、引いていきたいと思います。自分まだ水着ガチャちゃんと単発で何回か引いてるんですけど、ちゃんと引いてないんで、今90個石があるので30連分引いていきたいと思います。じゃあうらうら喋ってても仕方ないので、いますね。日替わりで3体ピックアップの日が最初の方と最後の方だけなので、入れましたね。最初の方にもったいぶってたら、正直ジャンヌダルクよりビビーちゃんの方が欲しいんですけど、ジャンヌダルクも欲しいんで、私はね、おじさんサーバントでも喜んでたんですけど、今じゃ絶対がレベルマックスなんで、あんまりっすね。数えてなかった。おっ、イベントももう終わっちゃうんで、そう、今更っすね。防衛魔術、あれかあれ、お、止まったかな。お、おお、マルティ大事ですね。インテキャラはでも嬉しいですね。オールナイトフィーバー、あれかあれかあれ、なるほど、水着に着替えたら、不思議なことに修行時代の私に近づいてしまったようです。鞍馬の山では遊びこそが修行であると教えられました。故にこれが今の聖堂、ある人の牛若といっぱい遊んでくださいますようお願いします。いやー、ハイミさんいいな。やば、だいぶっても出ないんで9連目いっちゃいますね。おマジか。で、茨城王者が来てくれたらもう引かないです。マジか、引けるとは。もう無課金なんで、私のいいですかね、じゃ増えないです。基本的に配布でしか。お、イベントレースですね。本当武蔵の
ターバンとも比べたら、それは来年に期待して母さんと一緒に出ることを応援しておきます。なんか呼ばれた時アナウンサーだっけな、まあここで2枚目とかはそんなに贅沢言わないです。なるほど。終わってしまった。でもまあ、召喚に応じ参上しましたジャンヌです。今回はバカンスアーチャーだから堅苦しいことは言いません。夏休み楽しみましょうね。おお、ジャンヌは頭のなんていうんですかね、兜みたいなない方が可愛いっすよね。いや、アリバケロチも欲しいんで聞いちゃいましょう。ラスト、ビビーちゃんの方はまだ確か期限があったと思うんで、あとへ行きます。ね、あ、さあランサー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 、クトゥといて、ズレとかは言わないですけど、できたら欲しいですね。働き同時に。荒木。あれかあれかあれ、はいはい、出た出た、ベリーザキいいっすよね。第2部のアナスタシアで活躍しました。お、止まった。お、お、ランサ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 、ライダーライダー出た出た、あー持ってる。10連引で全部金が出て、渡りだよね、うん、はい、まあ、うん、まあ最後は出なかったんですけど、最終的に水着サーバントしかも手に入っておきまして、そうですね、最終サインにも見ちゃったんですけど、一番いいですね。はい、じゃあまあ目的のダウンダルクを思いのほか拍子抜けですけど出てくれたんで、以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。